イーストシカゴは、アメリカ合衆国インディアナ州北西端、レーク群のミシガン湖畔に位置する都市。その名が示す通り、シカゴ都市圏の東高に位置しており、シカゴのダウンタウンからは南東へ約30キロメートルである。人口は26,370人。今日のイーストシカゴ市がある。この地は、もともとは濃厚に適さない沼地であった。 インディアナ州当局は1851年から地元の学校の資金とするため、鉄道会社や投資家に土地を売却し始めた。こうした事情もあって、初期のこの地への移入は遅く、1890年代に入っても街路や公共事業は未整備のままであった。イーストシカゴは1889年に調整を、そして1893年に施政を施行した。 市名はシカゴの東に立地することから付けられた。1910年代のイーストシカゴ、ストリートカーも走った街並みと、リパブリックスチールの工場1900年の国勢調査時点で、の人口はわずか3411人であったが、1902年にインランドスチール社の大規模な経路が建てられ、翌1903年にイーストシカゴ会社による宅地、 都市開発が本格化すると、イーストシカゴは工業都市として急速に成長を遂げるようになった。1907年には、市の南端部を東西に流れるグランドキャルメット川とミシガン湖とを航行可能な水路で結ぶインディアナハーバー運河が完成した。インディアナハーバーやこの運河沿いでは、立ち並ぶ製鉄所や石油精製所、 化学工場が創業して製造業が、また建設業も発展した。ここにリッパブリックスチール、ヤングスタウンスチール、ラサールスチール、US スチールも加わり、イーストシカゴは東隣のゲイリーと同様、鉄鋼の街として発展していった。第一次世界大戦中には、イーストシカゴはアーセナルオブアメリカ、およびワークショップオブアメリカと呼ばれた。1900年代には、 こうした工場での職を求めて、東欧系や南欧系の移民が、また、第一次世界大戦期には、南部諸州からの黒人や、南西部諸州及び、メキシコからのメキシコ人が集まった。インランドスチールが1917年に、年産100万トン、1935年には、年産200万トンを超える、製鉄会社に成長していくにつれて、 市も1910年には19098人、1920年には35,967人、1930年には54,784人と、その人口を急増させた。一時期は、地域の8割以上が、重工業地区に指定されていた。その後1990年代に至るまで、インランドスチールは、市の経済において、重要な位置を占めた。 マークタウン歴史地区、インランドスチールが立地し、労働者階級の家族が主に住んでいたインディアナハーバー地区はイーストサイドと呼ばれた。シカゴ北港のエバンストンに本社を置いていた鉄パイプ製造会社、クレイトン・マーク社は、イーストシカゴの工場で働く労働者を収容する社宅として、この地区にマークタウンという団地を建設した。それに対し、イーストシカゴのウェストサイドは、 地元の商店が立ち並び、また住宅地としても発展した。地元住民は、両地区の空間的な隔絶、及び住民層の違いを指して、双子都市と呼んだ。しかしその発展の陰で、イーストシカゴは極度の公害や、民族間、人種間の緊張、組織的犯罪、政治の腐敗といった問題を抱え、ゲイリーと共にそやな工業都市としてのイメージが定着した。 禁酒法時代には、イーストシカゴには、赤線地帯が発展し、酒の密造や違法ギャンブル、売春が横行した。九百三十年には、当時の市長と警察署長が、禁酒法違反を企んだとして、共に辞任に追い込まれた。九百三十年代に入ると、市の成長も鈍化し、その後九百六十年の国勢調査時点での、人口五万七千六百六十九人で、 ピークに達するまではほぼ横ばいで推移した。しかし、1960年代に入ると、全米的に、週刊高速道路の建設が進むとともに、モータリゼーションと郊外化が進行し、イーストシカゴもまた、その流れの中で人口流出が進んだ。そこに1970年代中盤から1980年代に、かけての全米的な鉄鋼不況が追い打ちをかけ、 ゲイリーやクリーブランド、ピッツバーグといった鉄鋼工業都市と同様イーストシカゴは急速に衰退した。イーストシカゴを成長させてきたインランドスチールも1969年には約2万5000人の従業員を抱えていたが、その後レイオフに次ぐレイオフで1998年にイスパットインターナショナルに買収される前夜には9000人まで減っていた。 2009年には、イーストシカゴ市内の団地で高濃度の鉛及び、ヒ素による汚染が検出され、環境保護庁によって、スーパーファンド法の適用地域に指定された。1980年代中盤まで創業していた、鉛製錬所の跡地に作られた、この団地の土壌からは、基準値の227倍にも及ぶ鉛が検出され、市長アンソニーコープランドが、退去命令を出す事態となった。 2017年、インディアナ州知事に就任したばかりのエリック・ホルコムは、前任のマイク・ペンスが拒否していた、この地域を対象とした緊急事態宣言発令を行った。ミシガン湖に突き出すインディアナ・ハーバー・イースト・シカゴは、北緯十一度三十八分二十秒整形十七度二十七分四十四秒、北緯十一六三八八九度整形8 7四六二二二度、 41.63889-87.46222に位置している。市はインディアナ州北西端レーク郡にあり、シカゴのダウンタウンからは南東へ約3 0トルである。市の西と南はハモンドとまた東はゲーリーと接している。市の北はミシガン湖に突き出しており、インディアナハーバーという湖港が築かれている。 アメリカ合衆国国政調査局によると、イーストシカゴ市は総面積41.85平方キロメートルである。そのうち36.50平方キロメートルが、陸地で5.35平方キロメートルが水域である。総面積の12.78%が水域となっている。市中心部の標高は180メートルである。イーストシカゴは市長制をとっている。市長は、 市の行政機関の長であり、州法の定めに従ってその職務を全うする義務を負う。市長は市議会が採択した条例の承認、否認や市政府職員の人事、監督に権限を有し、また責任を負う。また市長は市の文化施設が周辺住民に何らかの危険を及ぼす可能性があると判断した際に閉館させる権限も有している。 市の立法機関である市議会は9人の市議員からなっている。そのうち6人は市を6つに分けた小選挙区から1人ずつ選出され、残りの3人が全市から選出される。市議会の議長は市議員の中から選出する。アメリスターカジヌイーストシカゴインディアナハーバーの突端にはアルセロールミッタルの北米拠点のものとしては最大の製鉄所が立地している。 3095エーカーの敷地を有する。この製鉄所は、初期からイーストシカゴの経済を支えてきた、インランドスチールの施設を受け継いだ東工場と、ヤングスタウンシートチューブの施設を受け継いだ西工場からなっている。この製鉄所は、約3800人の従業員を雇用している。US スチールは、同社最大の製鉄所である、ゲイリー製鉄所の鈴加工部門を、 イーストシカゴに置いている。しかし、市場全体が安価な輸入鈴製品に押される中で、2019年に創業を停止した。このほかイーストシカゴには、ペンシルベニア州の鉄鋼会社、ハースコ参加のナショナルリカバリシステムズの本社が置かれている。同社は、産業廃棄物や、その多重工業の副産物の収集及び、リサイクルを事業としている。 製鉄業への極度の依存からも脱却しつつある。インディアナハーバーの付け根には、カジノ線とホテルからなるリゾート、アメリスターカジノイーストシカゴが立地している。このカジノリゾートは、イーストシカゴ2200人の雇用をもたらしている。イーストシカゴを含むシカゴ都市圏の第一空港は、ユナイテッド航空最大のハブ空港、また、アメリカン航空のハブ空港でもあり、 2000年代にハーツフィールド、ジャクソン・アトランタ国際空港に抜かれるまでは、利用客数、離着陸回数のいずれにおいても、世界で最も忙しい空港であった、シカゴ・オヘア国際空港である。この空港は、シカゴ地域北西端に立地しており、イースト・シカゴからは約5 5トル離れている。定期旅客便の就航している空港で、イースト・シカゴに最も近いのは、 シカゴ都市圏の第二空港で、シカゴ市南部に立地するシカゴミッドウェイ国際空港である。この空港へは、イーストシカゴから北西へ、約30キロメートルである。ゲイリー市西部、イーストシカゴゲイリー市境のすぐ東には、ゲイリーシカゴ国際空港が立地しているが、こちらには2021年現在、定期旅客便は就航していない。サウスショアー線のイーストシカゴ駅。 右側はインディアナ有料道路。週間高速道路の大陸を横断する幹線の中で最も北を通る I-90 はイーストシカゴ市域の南端を東西に通っている。その南には I-80、I-94 が東西に通っている。I-90,I-94 のいずれも西行はシカゴのダウンタウン方面へと通じている。一方、 I-80 採用は、シカゴ南港で、I、I-94 と分岐して、アイオワ州方面へと向かう。東家は I-80、I-90 は、州北部を東西に横断して、オハイオ州方面へ、I-94 は、ミシガン湖岸を、ミシガン州方面へと向かう。イーストシカゴ市街地の東と北を取り囲むように、州道912号線が通っており、 これらの週間高速道路と接続している。市の南西端、インディアナ有料道路沿いには、シカゴのダウンタウンにある、ミレニアム駅とサウスベンドとを結ぶインターアーバン、サウスショアー線のイーストシカゴ駅が立地している。市内の公共交通機関としては、イーストシカゴ交通局が、グリフィスプラザ、クロスタウン、ウェスト、キャルメットの3系統からなる、路線バスもを運行している。 これら3系統すべてが、前述のサウスショア線イーストシカゴ駅を経由する。また、ゲイリー公共交通公社の路線バスのうち、ゲイリー市中心部とハモンドを結ぶ、R1、レイクショアコネクション路線は、イーストシカゴを通る。このバスもイーストシカゴ駅を経由する。イーストシカゴ市内には4年生大学は置かれていないが、 イーストシカゴ駅の南約3キロメートル、ハモンド市南東部には、パデュー大学ノースウェスト校の2つあるキャンパスの1つ、ハモンドキャンパスが置かれている。また、インディアナ州内40カ所以上にキャンパスを置く、コミュニティカレッジ、アイビーテックコミュニティカレッジは、そのキャンパスの1つをイーストシカゴに置いている。イーストシカゴにおける K12 カほどは主に、イーストシカゴ市学区の管轄下にある。 公立学校によって支えられている。同学区は修学前教育校1校、小学校4校、中学校1校、高校1校を有し、約3900人の児童、生徒を抱えている。以下に、イーストシカゴ市における1890年から2020年までの人口推移をグラフ及び表で示す。シカゴネイパービルエルジント市圏 およびシカゴネイパービル広域都市圏全体の人口についてはシカゴ都市圏人口を参照のことありがとうございます。